ようこそ最後バンナイトへ。オーナーの座です。本日のゲストはこちらの方です。小森です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今どんなお仕事されてるんですか？僕は今テレビの会社で働いていて、まあ、それとは別に自分でよろず屋もやっていてっていう。よろず屋って具体的に何するんですか？よろず屋っていうのはもう何でも屋さんですよ。何でも屋さん。洋服作りたいっていう人から、レストランやりたいっていう人から。コンサル？でもコンサルっていうとなんかかっこ悪いじゃん。他でコンサルやられてる人たちとね一緒になっちゃうとなんかね、他の人にも申し訳ないしね、僕にも申し訳ないんで。よろず屋なんですか？はい、よろず屋。3年前来るきっかけなんですか？3年前は日本で僕 IT の会社の人事やってたんですけど、それを辞めて世界遊び回って。バックパッカー？そうそうそう。何歳からですか？28かな。最初は香港行って、うん、で香港行った時にもう僕もともと荷物少ないんですけど、荷物が30キロくらいあって、うん、でやっぱりその今までねサラリーマンやってて海外行くわけだからはっちゃけたいわけじゃん、はい、でも荷物が重いとはっちゃけられないじゃん、うん、30キロのこんなリュック背負ってクラブで踊れないじゃん、うん、だからそれでそれを3キロまで捨てて身軽になって次ヨーロッパ、スペイン、イタリア、イングランド、あとはモロッコ。ずっと3キロくらいの荷物で移動してたんですか？そう、今も3キロだよ。今もバックパッカー？今もバックパッカー、今も家なし。で、ベトナムは高校時代の同級生がいたから、うん、同級生を訪ねてきて、で、天気もいいし、なんかみんな幸せそうだから住みよい。そう、だからもうここにいようと思って今に至るっていう。で、3年ですか？そう、3年。これから何やりたいんですか？ビジネスをデザインするのが好きなんで、エレガントなビジネスを作るのが好きなんで。エレガントなビジネス？例えば最近始めたビジネスなんですけど、婚活をやってるんですよ、僕。婚活にイベントを主催してるんですね、うん、はい、で、僕が所属してるテレビの会社で、まあ、パンチでデートっていう昔日本で流行った番組をベトナムに買ってそれリメイクしてるんですよ、うん、で、それがベトナムで一番人気のテレビなんですね。だベトナム人がほぼ 100% 知ってると、うん、で、ブランド名もある、ファンもいるっていう。でも、そのパンチでデートっていうテレビ番組はそれまでスポンサーからしか、まあ、基本的にはスポンサーからしかお金を儲けてない。で、そのパンチでデートをじゃあリアルでやりましょうっていう、うんうん、パンチでデートのイベント、オフラインのイベントをやりましょう。パンチでデートは具体的に何やるんですか？素人の男女が出てきて、はい、カーテン挟んで、トークをして、うん、で、カーテンが開いて、はい、付き合いますか、どうしますかっていう。あ、最初は顔見ずに話して、はい、見た目からやっぱ人入るから、それが一回遮断されるといいのかな。そうそう、一応日本だとそのパンチでデートっていうのが恋愛番組の火付け役だったみたいで、パンチでデートが出てきて、ネルトンが出てきて、相乗りが出てきて、まあ、テラスハウスが出てきてみたいな、なんかそういう系譜があるらしいのね、うん、それの火付け役だった番組 でそれをベトナムで今輸入してやってるんですけど、まあ、それが今フィットしてて、で、かたやベトナムの市場を見ると、いわゆる婚活イベントっていうのがゼロ個なんですよ、はい、日本だとその婚活市場なんて何百億円の市場じゃないですか。そうですね、だからガラ空きなんですよ、こんなでかい市場が。で、じゃあ結構そういうの企画した時って応募ってたくさん来るんですか？宣伝してないので毎週100人ですけど、これはあと2年以内に100倍にはいきます、ね、参加費みたいなのかかる？参加費取ってますよ、1人1000円で。なんかみんなでちょっと立食パーティー的なとこに詰め込む。立食パーティーだと食事出さないといけないから原価かかるじゃないですか、はい、うん、だからあのカフェを借りて、はい、でカフェもカフェ宣伝してあげるからって言ってバーターで借りて、うん、であとは15対15でスピードデーティングですね。3分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 で、あ、ずっと席入れ替わっていって、シャッフルして で、うん、で最後に誰がいいですかって、第1希望、第2希望、第3希望ってやってマッチングしたらおめでとうございますって、うん、結構カップルできます？3割ですね、カップルになる率が3割だから15対15で30人でやるんで、だいたい3組前後は毎回カップルになりますね。へー、100組以上カップルが生まれてますね。すげー、いつかその中で結婚する人たちも出てくるのかな。もうすぐじゃないですか、今年の2月から始めたんで、うん、そろそろ出始めるんじゃないですかね。早いね、ペタロ。うん、小森さんにとってビジネスとは何ですか？勉強であり遊びですね。でもやりたいことしかやらない。考え方結構日本人離れしてますよね。ひょっとしたらあの両親が両親じゃないのか。だからせっかくの人生ね、その自分の可能性っていうのは追求してみたいですよね。うん、で自分何なんだろうとか、まあ、自分だけじゃなくて人って何なんだろうって思ってるんで、
まあ、そういうのを学べるのがビジネスだと思ってます。みんな本気でかかってきてるんで、まあ、そこに真正面から向かっていくっていうのは楽しいですよね。小森さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。スタジオ69では他にもいろいろなコンテンツを配信しています。チャンネル登録よろしくお願いします。